ダジャーはキーボードを使うことなく文章を入力することを可能にするコンピュータアクセシビリティツールである。テキストを入力する際にはマウスやトラックパッド、タッチスクリーン、ローラーボール、ジョイスティックなどのポインティングデバイス、もしくはフットヘッドマウスを使うことができる。これらの装置は標準的なキーボードを使うことが困難な人にとって義手デバイスとして働く。 書き手が何をポインターに使おうとも、確率の科学的モデルに基づき、文章中どの組み合わせで、書き手が次の文字を選択するのかシステムが予想し、またこの予想に基づいてその組み合わせが強調され、表示される。その中からユーザーは画面に表示される文字を選択する。このシステムにより、ユーザーは次に選択する文字を選ぶ時間と手間を省くことができる。 テキストの作成プロセスはユーザーがテキストを入力する際に文字が画面を飛び回ることからあたかもアーケードゲームのように見えるシステムは経験を通してどの文字の組み合わせが最も多いか学習しまたこれを反映して文字表示の手順を変化させるダシャーは GPL の下で配布されている Linux、MacOS マイクロソフトウィンドウズ、ポケット PC などのプラットフォームで使用可能。ダジャーはデビット・ JC マッケイにより発明され、デビット・ワードとマッキーの研究グループにより開発された。現在ダジャープロジェクトはギャツビー・チャレタブル・ファンデーションによりサポートされている。また、ダジャーはユニックスシステム用の GNOME デスクトップソフトウェアの一部である。ありがとうございます。